あ、皆さんこんばんは。元気でいらっしゃいますか。今日もですね、僕はチャンネルはですね、深夜でいろんな方を真似してですね、紹介してますので、今日その要は若い人たちがなんで出てこないのか、それは志がないんじゃなくて、そういう人たちが支援されるような政治システムになってないっていうことで、要は70歳80歳代の既得権益の人たちが上がっていくようなシステムが構築されてるっていうところなんですね。だからいくら応援しようと、そのお金が回ってこないとかですね、そういう人たちでこう日本全体が変わるのか、過半数取れるのかっていうところの問題に差し掛かると、なかなか難しいですねって言って、今の体制がどん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 強化されてってるわけです。じゃあその若者たちどうやって行くのかっていうと、これはね、教育を変えなきゃいけないんですよ。教育変えんの、これ何十年かかんのね、思いますけど、でも考えてみてください。教育を変えたらたった20年でその国の思想っていうのは変わっていくんですよ。じゃあそれが変わらないように、一生懸命ね、要は政治的なこととか、その宗教的なことは学校で教えないとかっていう風になってるんですけど、私はですね、人間の脳をどうやって鍛えたらありのままの自分でいくのか、自分成し遂げたいことが成し遂げられる自分になっていくのかっていう、考え方、これを、スピリチュアルをなるべく排した形で教科書に載せていったり、そういったものを広めていく大人っていうのが発言権を増していくような、子どもたちを育てて、要はね、夢を持てっていうのは簡単なんですけど、なかなか持てない。なんで持てないのか、それは小学校中学校で散々夢を持ったり、ちょっと引い出たり、出た杭がガン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 押し込められて、お前恥ずかしい、お前何言ってんだ、能力もないのに大きなこと言ってんじゃねえっていう教育がなされている、そういう土壌だからそういう人たちが出ないようになってるんですよ。違うんです。あなたがあなたのままでいてもいいんです。素晴らしいんです。私の言いたいことをあなたは言っていいんですっていう、そういう土壌にする、その教育、そして夢を実現させていくための脳の使い方、こういったものをどんどん教育に取り入れていくことによって、日本っていうのはすごい素晴らしくなっていくんじゃないかなっていうふうに私は思ってます。ありがとうございます。山沢さん、本当にですね、こういうね、やっぱり学校の教育からですね、私もね、学校で政教分離って考え方の国になってるから、宗教を教えちゃいけない、宗教じゃなくて、私はできればね、哲学で人生論ですよ、やっぱりそう、道徳倫理観ですよ、これを教えなければいけないって、私はもう日本の教育に行ってですね、小さい時からちゃんとしたこの道徳倫理を教えていけば立派な、昔に言えば松下幸之助塾でですね、学んだ人たちは今ね、立派な人たちになってる人たちや、日本を作った人たちなんですけど、全くこれから新しい時代の人たちに、将来の松下幸之助塾みたいな、なんかできないかなと思って、私は思ってますのでですね。ブガールさん、やりましょう、我々が。ね、でそれで ね、こうやっていろんなね、沢さんみたいな人たちが、みんな哲学を持った人たちが一緒になって、じゃあ、こうやってできなかったら、YouTube として、こうやって、ムガルチャンネルとして、沢チャンネルとして、これ世の中変えていくのも今簡単になってしまったんですね。だからそこにですね、私が澤さんに聞きたいのはもう一つですね、やっぱり国がやっぱり、私も日本に30何年も住んでますから、ただ日本のね、この国際的な状況の中で見ると、非常に孤独感の寂しい国じゃないか、友達国家もいないし、もうどこの国が守ってくれるかわからないし、いつも中国と対立、韓国とも対立、北朝鮮とも、結構国境ないからこうなってると思いますけど、澤さんもともと自衛官だったんですので、ね、できれば自分の経験からちょっとですね、その話もですね、もう何年いたんですか、自衛官でやったのはですね。はい、防衛大学を含めてトータルで24年間、その話聞かせてください。やってました。はい。で、そういう、で、どうぞ、それ、なんで辞めたんですか、それも聞きたいんですけど、逆にちょっとエピソード聞かせてください。ありがとうございます。私ですね、この24年間勤めて陸上自衛隊だったんですね。その中で幹部になって、二等陸佐っていう、昔でいう大佐、中佐、少佐のこの、今だと一等陸佐、二等陸佐、三等陸佐っていうんですけど、昔でいう中佐みたいな二等陸佐で辞めたんですけれども、本当に私がこの時間、人生の時間を使って一体どうやって日本のために役立っていくのかっていうのを考えたら、これ私辞めて自分のこの本当にやるべきことをやらなきゃいけないなって思って、それがこれからお話しするブレインマシンインターフェースってことなんですけれども、ブレイン、脳みそ、マシン、コンピューター、インターフェースつなぐものってことで、これですね、脳の中にチップを埋め込んで、そのチップにある電気を流します。そしたらその電気を流すと、あいうえおって聞こえてきたような感覚が脳に発生するんですね。で、別の電気を流すと、かきくけこって聞こえてきたような感覚が脳の中に発生するんです。でこれができるようになると一体何なのかっていうとですね、要は
24時間365日100万冊の本を同時に持ち歩いて好きなところからいつでも読める生活が始まるわけですよ。これ別の言い方をすると、答えが聞こえてくる脳みそになるわけですね。でこれがですね、もう今の技術でできてしまうんですよ。ということは、私が作らなくても、これ私作るためにね、今やってるんですけども、私が作らなくても必ず10年以内に誰かが作ってしまって、誰かが作ってしまったらそれできるんです。じゃあ誰がやってるんですか、ね、今トヨタの時価総額を追い越したテスラモーターズの社長のイーロン・マスクさんがやってることは今2つです。1つは人類を火星にお届けするスペース X プロジェクト、もう1つがこのブレインマシンインターフェース、つまり、彼はね、何兆億もつぎ込んで、その頭の中に入れるチップを開発して、それを脳のいろんなところに刺してですね、その動物実験を今やってるところまで来てるんです。これは素晴らしいことなんですね。なんでかっていうと、さっき言ったように、もういつでも答えが聞こえてくる脳みそに近づくわけです。ということはあれですよ、ね、例えばこう話してて、なんか人間万事、採用が馬について話しますとか言って、こう知らない言葉が出てきたら、ね、今までだと、何なんだろうその言葉、ちょっとあなた何言ってるか分からないから、Google で調べるんでちょっと待っててくださいって、なかなか喋ってる途中言えないじゃないですか、ね、言えないけれども話が進んでいくわけですよ。だから分かんない。でもそのブレインマシンインターフェースがあったら、こう相手がね喋ってる間に、人間万事最後馬ってなんだっけ、あそれは中国の故事でおじいさんが馬を逃がしてとか、こう聞こえてくるわけです、ね、そしたら、あなんとなく、あの話か、あ分かった分かったってなりながらこう聞けるわけですね。それだけじゃないんです。相手が話し終わる前に相手よりも詳しくなっちゃうんですね。そしたらどうなりますか、ね、あの人何でも知ってるねと、ね、それに今は高校生とかの方が知ってるようなすごい細かい、例えばアニメの知識とか、そういったものがいっぱいありますよね、ファッションの知識とか。でそれって昔は全部覚えておいて必要なものを出すっていう、ビジネスモデルというか、脳の使い方だったわけですよ。それがもはや知識が細分化、分岐、多岐、奥深くなりすぎて使い物にならない。じゃあどういう使い方になるのかっていうと、必要な知識を今手に入れて、今使って思考を飛ばす、思考を回転させて、ある一つの答えにたどり着いたらまたそれを忘れていくっていう、これが一番今使える使い方、これができるようになるのがブレインマシンインターフェースなんですね。つまり何か覚えておく試験っていうのはなくなるわけです、今後。で人間の仕事は考えることに完全にシフトするんですね。でこれが今イーロン・マスクさんも、世界でね、もうこれをしかやる必要ないっていうふうに考えてる、一つね、私はこれができることによって、ちょっとね先進みますけど、今ね中国とアメリカが技術戦争してるって話がありましたよね、はい。